ファミコンと同時に発売された記念すべきタイトルで、アーケードの移植作である。マリオが初めて登場したことでも有名だが、当時はまだ名前はなかった。マリオは赤いシャツに青いオーバーオールというファッションが一般的だが、この当時は青いシャツに赤いオーバーオールと配色が逆であった。まずは高得点取得技。一面でマリオをはしごの上に移動させる。上に立ったら半歩前に出て、これで準備 OK。 あとは樽が転がってきたらひたすらジャンプ。樽がマリオの下のはしごに落ちた時、この音とともに高得点をゲットできるんだ。一面でマリオを下段右側のはしごへ移動させる。マリオの鼻頭がはしごの右棒に重なる位置に調整し、下ボタンを押すと画面上にワープするぞ。最短でクリアするのに有効な技だ。